こんばんは、しおちゃんのお時間です。皆さんは鮭が産卵の後に死んでしまうことはご存知だと思いますが、この時すぐに死ぬわけではなく、しばらくの間は泳ぎ続けています。そして驚くべきことに、文字通り生きたまま腐り、ゾンビのような姿になってしまうのです。そこで今回は鮭の一生を見ていくとともに、このゾンビサーモンの体に何が起こっているのかを見ていきましょう。ちおちゃんでは生物について解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。魚類の分類体系における鮭属には7種類があります。白鮭、カラフトマス、紅鮭やベニマス、マスノスケ、キングサーモン、マス、サクラマス、銀鮭、ニジマスです。もともとは6種類でしたが、1988年ニジマスが鮭の仲間として認められ7種類になりました。この中でサクラマス、カラフトマスおよび白鮭が日本の河川に遡上し産卵します。一般的に日本で鮭といえば、最もよく食卓に上る鮭である白鮭のことを指します。鮭は冬の川底の砂利の間で生まれます。生まれてしばらくはヨークサックと呼ばれるお腹の養分を摂取して砂利の間でじっと静かに過ごしています。その後1ヶ月くらいかけて稚魚になり水中に浮上し泳ぎ出します。そして春にかけて海へ下っていくのです。基本的に魚は淡水域か海のどちらかでしか生きていくことができません。これは塩分の含まれていない淡水域と塩分が含まれる海では体内の塩分濃度調整の方法が異なるからです。しかし鮭は淡水でも海でも生活できるように体の機能を調節できるので、川と海を往復することができます。3年から5年ほど太平洋の海域を旅し、そこで人生のほとんどの期間を過ごします。そして成魚となった鮭の体内時計は産卵のために淡水に戻る時が来たことを告げるのです。こうして生まれた川に戻るのですが、これは彼らにとって最後の旅となります。鮭が生まれた川に戻って来られるのは、川の匂いを覚えている、もしくは時期的な方向感覚を持っているからと考えられています。川を登った鮭は尻尾で砂利を鳴らし、卵が凍りと春の洪水に耐えることができるように十分な深さの巣を作ります。生まれた時に動き始めた鮭の運命は時計仕掛けのようなものです。毎年新しい世代が海から産卵に戻り、一生に一度だけ産卵し、そして死んでいきます。鮭が産卵後に死んでしまうのは、潮流に移動する間に体に貯蔵されているエネルギーを全て使い果たして確実に産卵場所に到達するためです。そして一度卵を産んでしまうと海に戻るスタミナはもうありません。ですが鮭が死ぬまでには比較的時間がかかり、泳ぎ回っている間体がゆっくりと劣化していきます。こうして死んでいく前に鮭はゾンビのような姿へと変わるのです。まず体の機能がゆっくりとシャットダウンし始め、皮膚が腐り剥がれ落ちます。また肌は淡い灰色となりカビで覆われてきます。この時彼らの頭はデコボコで目が欠けている場合すらあります。ただ映画のゾンビとは異なり、彼らはまだかろうじて生きていますし、誰かを襲ってその脳みそを食べることはありません。それではなぜ鮭はゾンビのようになってしまうのでしょう。米国魚類野生生物局のカトリーナ・リービッチ氏は、他の魚種は産卵後に死亡するものもいますが、このゾンビのような劣化状態に入るのは鮭属の魚だけだと語っています。彼女は全ての個体が産卵後にこのプロセスを経るとして鮭を特徴づけています。鮭が川を登るにつれて彼らの体には劇的な変化が始まります。まず色が変わり始めるのですが、これは彼らの身のピンク色の色素が皮膚の表面に向かって移動するにつれて起こります。店で手に入るサーモンは海で獲れたものの切り身なので、まだ色素が身から川に移動していません。その後彼らは全てのエネルギーを使い果たし始めます。オスは顎と歯を大きく成長させ、 long, long ago. メスをめぐって互いに争い、一方のメスは卵を生産するために全ての脂肪を使い果たします。彼らは文字通りエネルギーがなくなるまでこのプロセスを経るのです。さらに科学者たちは鮭には免疫抑制と呼ばれるものがあると述べています。これは鮭の免疫システムの低下を意味します。この免疫抑制は臓器の劣化につながり、彼らを病気、心筋、
バクテリアに対して脆弱にするのです。彼らは呼吸し泳ぎ続けますが、その間内臓が劣化するため皮膚が腐って化膿し始め、実際に腐敗します。そして心臓、動脈、筋肉の組織がバラバラになり、消化器官が萎縮し、皮膚は明るくカラフルだった色合いを失い灰色になります。ゾンビとなったサケはせいぜい数日か、長くても数週間しか生きていけません。彼らの体は生きたまま腐敗しているので、かなりひどい匂いがします。さらに劣化すればするほど匂いは悪くなります。ゾンビの悪臭は川岸に沿って残っており、風がある場合は何キロも離れた場所からでもこの匂いを嗅ぐことができるほどです。ゾンビサーモンはかろうじて生と死の狭間にいます。ただこの生きている死者は実際には周囲の生態系に大きな利益をもたらしているのです。彼らの容姿は不気味に見えるかもしれませんが、ゾンビサーモンは腐敗するときに周囲の植物や動物に栄養分を与えます。そして彼らが死んだ後もずっと命を与え続けているのです。サケはクマたちを満腹にさせ、漁師が家に帰ると家族と共にそれを食べます。さらにゾンビサーモンが最終的に死ぬと、死体がどこに行き着くかにもよりますが、岸に打ち上げられた場合、彼らの体は死肉食の生物に捧げられます。鳥は特にサケの眼球を好んで食べます。そしてサケが腐敗し続けるにつれて、ハエ型の昆虫は腐った死骸に卵を産みつけます。また岸に打ち上げられたサケは川岸の木や他の植物の肥料となります。ゾンビサーモンはハエや蚊の幼虫の餌となりますが、これらの昆虫は砂利の中で孵化した新しいサケの稚魚の餌となるのです。さらに一部の死骸は海にまで流され、自分が最後の旅のためにエネルギーを蓄えた場所に栄養素を返すことさえあります。最後に皆さんが気になるゾンビサーモンは食べれるかについてですが、あなたがこのゾンビサーモンを食べた時ゾンビにはならないのでご安心ください。これらのゾンビサーモンは人間にとって有害ではなく、安全に食べることさえできるとリービッチ氏は言います。ただ海で獲れた時の鮭は身が鮮やかな赤またはピンクで品質が最も良いのですが、ゾンビサーモンは全ての脂肪を燃焼させているので、それほど美味しくなく水っぽくブヨブヨです。このように食べてもあまり美味しくなく捨てるしかないことから、北海道の方言ではハチュレイと呼ばれています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。